Attention please。 青森県河原市から情報発信 Attention please。 今回は道の駅河原、とわだピアをご紹介します。道の駅とわだ、とわだピアは国道4号線沿いにある道の駅で、とわだ市の農産物や特産品などとわだ市の魅力をたくさん味わうことのできる施設となっています。道の駅とわだ、とわだピア、店内をご紹介します。青森県内、とわだ市内のお土産や加工品をお買い求めいただける特産品販売コーナー、地元の農家さんによる採れたて新鮮野菜、農産物直売コーナー、とことん十和田にこだわった地産地消レストラン、レストラン四季、和の職人が提供するニュースタイルテイクアウト、フードカウンター四季、地産地消をテーマに地元野菜を使用した飲み物をご提供、カフェグリーン、キコ 100% の打ち立てそば、産直お野菜を使った天そばや天丼が美味しい十和田そば、十和田産の大豆、大鈴とお米、まっしぐらの2種類をソフトクリームにした大人気のノーアイス。道の駅とわだ、とわだピア敷地内には南部裂織と黄身柄スリッパの製作を体験できる匠工房や、場外馬券発売所テレトラックとわだ、大型遊具公園、大型車専用駐車場もあり、ご家族で楽しむことができる施設となっています。2020年9月1日からの3日間、青森県立十和田工業高等学校の生徒の皆さんが職場で働く体験、インターンシップに参加しました。レジ業務やカフェ、レストラン、軽食コーナーでの業務やお手伝いを行いました。インターンシップに参加してみてどうでしたか？最初緊張したんですけど、職員の皆さんが優しく接してくれて、作業内容とかも簡単に覚えることができて、3日間充実した職業体験できたと思います。また高校生の皆さんはオリジナルメニューの開発を行い、十和田産品を使ったオリジナルスムージー、オリジナルパスタを考案しました。オリジナルスムージー作りに取り組んでみていかがでしたか？今回作ったのはフェアネバッチスムージーというもので、地元で採れた長芋と梨を使って作りました。飲んでみるとさっぱりとした味わいで、とても飲みやすくなっているので、ぜひ皆さん来て飲んでみてください。オリジナルパスタ作りに取り組んでみていかがでしたか？自分たちが出したものを買って、なんかいろんなものを作って試行錯誤していくのがちょっと楽しかったです。自分たちのみんなで出したものがいい感じにまとまったので、結構いいんじゃないかな。高校生が手掛けたオリジナルスムージーとオリジナルパスタは、2020年9月12日土曜日から9月30日水曜日までの期間、道の駅とわだ、とわだピアでお買い求めいただけます。地元の高校生が作ったオリジナルメニューです。ぜひ道の駅にお越しの際にはご賞味ください。本日の書はこちら。
魅力体験、いかがでしたか？買って、食べて、楽しんで、十和田市の魅力をたくさん体験できる道の駅十和田、十和田ピア。青森県十和田市にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。それでは皆さん、Have a nice day!